ああ、もうこれで今年の夏は大丈夫。はい、というわけでどうも、かチャンネルです。ちょっと、止まれ。夏は、夏へ。ありがとうございます。本日もお付き合い。はい、ということで、もうやばい。この暑さやばい。全国の皆さんも大変そんなことになってるんじゃないのかと思います。はい、そこでですよ。皆さん、ハンディファン。はい、もう最近当たり前のようにね、みんなこうやって、あちゃーみたいな感じで歩いてるかと思います。ほんで、私もハンディファン、良さを知ってきました。ほんでですね、ただ、いろんなものありますよね。どれがいいのかわかんない。また、ハンディファンもピンキリで、安いやつから高いやつまである。高いやつに至ったらね、3万円ぐらいするということで、今回は手を出しませんでした。でも、似たようなものは買ってみた。ということで、一体どんなものなのか、早速見ていきたいなと思います。いや、ということで、今回購入いたしましたのが、このネックについてるやつ、そして、1、2、3、4、5、ラッでございます。いや、6つあれば、いいの見つかるんじゃないのということで、要は扇風機にはなりますので、何が大切なのかというと、風量、そしてうるせえかうるせくねえかということでございます。最近ですね、もう学校によっては一応ね、暑すぎてハンディファンもう持ってってもええですよみたいなところも一部出てきているとのことでございました。いや、すごいね、時代は変わったよね。昔は下敷きで頑張ってたよね、みんな。学校にエアコンなかったよね。今でこそね、温度が上昇してるとか言うけど、マジでただ暑かった。マジでエアコンは入れた方がいいと思う。集中力上がるからね。全く学問がね、入ってこなかったわ。うん、自分早く帰ってアイスバー食べたいなみたいな、ずっとこれだった。まあ、ということで早速見ていきたいなと思います。まずどれなのからいくかというと、デレレレーンと、はい、まずこちらからいってみましょう。こちらのポイントは何なのかというと、そう、カラビナーでございます。なので、いろんなところに引っ掛けることができてしまう。それでいて、まずは軽い、安いでございます。今回購入いたしましたのが、キンディリーみたいな、感じのやつで、価格1699円でございました。そして重量が 84g。ほんで状況はというと、3段階ございます。さあ、そんで今回ね、はい、なんとなく涼しいなとかね、なんとなくの感じはよろしくないと思ったので、はい、風速計も、購入してきました。ありがとうございます。電話は出れません。ちょっと。撮影中です。やめてください、電話は。さあ、ということで、早速、上がってみましょう。さあ、ほんで、風速は、一応ね、首、顔と、この、扇風機を当てる量。要はね、大体、ここら辺から当てると思うんですよね。まあ、こんぐらい離れることもあると思うんだけど、こんぐらいからっていうのがよく見る角度。つまりは、大体ね、30センチぐらい。なので、ちょうどこの箱から、この風速計ぐらいの距離だと思います。さあ、というわけで、行きましょう。はい、でーっと入っております。レベル1、風速2メートル、風速2メートルでございます。レベル2、風速 2.6メートル、7メートル。レベル3、風速3メートルでございました。さあ、では次はじゃじゃん、これいこう。これはね、もう王者もいいとこ、多分ね、トップクラスに売れてるやつだと思います。こちらがリズムっていうのかな、リズムっていうやつでございまして、重量が 150g、 そして価格が2980円となっております。まあ、決してね、高いっていうわけじゃないんだけど、この2980円にめちゃめちゃいろいろと詰め込んでいる。まずこれ何なのかというと、なんと机の上に置いてこうやって曲げることができてしまいます。なんなら首からぶら下げてると上の方に向けて風を当てることすらできてしまう。いや、すごい優れものだよね。ほんでもう一つポイントとしては、これ横から見るとわかるかもしれませんが、ダブルファンになっております。要はね、ファンの大きさによって風量ってだいぶ変わってきたりとかすると思うんですけども、これがダブルになることにより、さらにこの大きさで風量が増すのではないのかなと言われております。さあ、ということで早速使っていきましょう。レベ1で 2.5、 レベ3、つい 3.7 まで出るね。ついマックス、あ、強いわ。 4.5 ということで風量全然違う。確かに強い。さあ、そして次はこちらでございます。こちらはここに冷却機能すらついてるというちょっと特殊なやつでございますね。レベ1、やっぱこれね、全体が小さいからちょっと小さいかも。 1.8m。 レベ2、 2.3m。 あ、結構強いかも。うるせえけど 2.8。
はい、2.8 メートル、9メートルで終わりました。さあ、次はこの子でございます。薄い、曲がる、卓上にも行くというやつでございます。さあ、こっちも行きましょう。価格は1980円で 134g でございます。はい、風速2メートル中モード、あんま変わらない。風速 2.5m 以上。はい、次はこのごっついやつ。これ2580円で 237g でございます。ちょっと重ため、なんか安っぽい音がする。あ、しかも上から出るんだ。さあ、マックスは 2.9m でございます。そしてこちら、これはね、実は今回一番高いです。4980円で 337g で、ここから風が出てくるんですけど、はい、回ったかな、頑張れ。風速 0.9m がマックスでございました。優勝がこちらでございます。もうダントツのダントツ、 4.5m とか出たということで、他のやつがせいぜい風速 3m、だったのに対して、これ 4.5m で、確かにね、そう、これのマックスいくね。はい、で、これのマックスいくね。もうね、全然違う、強えわ。しっかりと分かるレベルで鬼強です。ただね、ただね、うるせえと、はい、意味ないですよっていう、分かりますよね。ちょっと今回こちらも持ってきました。なので、この時に、どんぐらい、なってくるのか、最大のやつで、測っていこうと思います。この状態でどんぐらい音が出るのか、最大モードで。ではちょっと順番通り参りましょう。まあ、以上でございます。ちょっと首のやつは今ちょっと充電なので、一番耳障りなのがね、これでした。なんかね、羽が小さいっていうこともあって、回転数が多く、甲高くて、ちょっと耳障り。まあでも、こんなもんかな。ほんで、一番、もうダメだな、なんかこればっかなんかあれなんだけど、一番、その、風量が少ないモードで、優しい音、これでございます。やるなぁ、ニーキュッパー。これ一番、まだ音がね、昔の扇風機に似てる。耳障りな感じがね、ない。いや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 、まあまあ悩みますよね。何にしようか。はい、ということで、まあまず気になってるこの高いやつね。このネックにするやつで、これ3万円のやつとかもね、あったりするんだけど、これはね、あの5000円ぐらいのやつなので、それとはまた全然違います。ほんで、こうやってやるんだけど、これ首元がね、またここ冷えるようになってんのよ、実は。ね、おー、冷える首。冷えるけど、一番ダントツにうるせえ。なんでかっていうと、この風が、ま、顔に当たるんだけど、耳に当たって、うるせえ、これ。これ家の中でうるせえわ。首は気持ちいい。気持ちいいんだけど、涼しいかっていうと、首は気持ちいい。間違いなく。なるほど。ま、ポイントとしてはね、何も持つ必要がないってのはポイントかなと思います。さあ、そんで、こっち。こっちも実はね、ペルチェがここに搭載されていて、これがね、冷たくなるらしい。なので、こうやって風来るんだけど、ここでペルチェで、こう、冷えた風がやってくるのかなっていうのは思ったりするんだけど、ペルチェ素子使うと、反対側が逆にあったかくなるんですよね。だから、これ、あったかくなったやつも風になって飛んでくるから、まあ、相殺されて似たような感じかなっていうのはあるんだけど、こう、実際にこう、当てて、なんか、冷たさを、体感するとかしないとかっていうのも聞いたんだけど、長押しするとね、ちゃんと冷たくなるモードだ。あ、冷たい。あ、ね、ここの銀色の部分がね、めっちゃすぐ冷たくなるけど、めっちゃ冷たい。やや氷みたいな。もう瞬時に、結構ね、今室温がね31度2度なんだけど、しっかりと冷たいなって感じれるぐらい冷たいんだけど、あまりにもここちっちゃくいて、あ、気持ちいいってなるんだけど、体全体は全然冷やせねえよ。でも気持ちいいね。なんか局部的に、ここの面積分だけ冷やしたいときには、いいかもしんないね、これ。まあ、これはちょっと面白い製品です。さあ、そして、こちらの方ですね。まあ、これの一番のポイントは、まあ、カラビナ付き、そして、厚みがね、一番薄いっす。厚み2センチぐらい。
なのでこれであればポケットにスッと入りやすいし、カバンの隙間なんかにも一番これが入りやすいんじゃないのかなと思います。ほんでまあ風量的にはまあこれと比べると少ないけど他とはね似たような風力があるので、まあまあ、あ、気持ちいい気持ちいい。汗かいたりしてる時にね服の内側とかに風を送ったりするとめちゃくちゃ冷えるよね。これがね正しい使い方だよね。水分を揮発させて熱を奪うっていうね。あ、涼しいわ。あ、いい。なんでこれはね薄いカバンとかに忍ばせるのにはもう最高のもので、もちろんカラビナ付きなのでどっかに引っ掛けて使うこともできるようになってます。そしてこれも似たような感じにはなるんだけど、こうやってね特別グニャンと曲げることができるから、こうやってぶら下げてこうやって顔面に、当てることができる。はい、それがポイントかなと思います。ただやっぱいつも思うのは顔じゃなくて体だよということで、服の中が大変だからね、基本的にはやっぱこういった使い方が一番体とか全体的に冷やせる方法なんじゃないのかなと思う。あ、しかもこうやって見て伸びるんだわ。あ、ちょっと不格好だけどめっちゃ服の中に風送り込めてるこれ。あ、これありだね。あ、これめっちゃ涼しいわこれ。ありあり、これいいかもしんないね。ちょっと今のところこれいい、これいい。そして次にこれ、まあ、これのポイントは風がねここから吸い込んでここから出る。なのでこういったやつに挟み込んで上の方に風を当て顔面に当てるみたいな使い方があったんだけど、やっぱりなぜ顔面にみんな風を当てたがるのかがわかんない。汗ダラダラなってるのが嫌だからかな。で乾かしたいっていう思いがあると思うんだけど、やっぱ服の中だよねとは思う。まあでもまあ引っ掛けやすいっていうのと、まあちょっと特殊なね風の当て方ができるっていう点では面白いかなと思う。うん、ただやや厚みがある。うん、そこがちょっとネックかなと思います。ネッククーラー的に。はい、ありがとうございます。さあそしてこちら、とにかく風量が他のと比べても 1.5 倍だから、うーわ速度が違う。これ冷却スピードがねほんと2倍ぐらい、背中とか入れて、うわこれだわ、これはいいね。やっぱ風量大事よ。いや走った後とかねめちゃくちゃ暑いじゃん。その時にさこれ使うだけでだいぶね体を急速に冷やすことができる。汗かいてる時とかね、うわめちゃくちゃいいやんお前と。まあこんな感じでございました今回ね。さあ皆さんは一体どのクーラーをお使いいただきますでしょうか。いや皆さんもねいろんなの使ってるかと思います。ぜひおすすめあったらコメントで教えてください。私は、間違いなくこのレーゼムっていうのかな、これが一番でございました、ダントツ。ほんで二つ目に選ぶとすると次こちらです。はい、二つ目。ほんで三つ目、まあうるせえんだけどこれです。あの首がねペルチェ気持ちいいんすわ。結構冷えて首気持ちいい。ただ3万円ぐらいでこういうのがあるから、いやでもさすがにそれもペルチェだから似たようなもんだと思うんだよね。なのでそこまで性能差はないと思うんだけども、3万だからこそなんかいいものもあるんじゃないのかなと思います。もし3万円台のねこの首にかけるやつ持ってる方いたらぜひ教えてください。やっぱうるせえであんまおすすめじゃないこれ。風をね下に入れるんだったらいいかな。いや微妙だわ。うん、やっぱ微妙でございました。はい、ほんで今回紹介したやつね概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。ということで今日はこんなとこで、また比較してほしいものあったらぜひコメントよろしくお願いします。じゃあの